チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、マリーンズのベストナインやったじゃないですか。はい、ゴールデングラブもやってほしいっていうコメントがあったんですよ。おお、そうですね、はい、もう守備の方で、もう守備だけね、はい、だから今日やります。千葉ロッテマリーンズ、うん、だから92年からですよ、はい、千葉ロッテマリーンズになってからね、なってから、はい、なってからの生え抜きね。最悪どっか移籍してもドラフト指名された人ね、はい、ロッテからされた人っていう限定でゴールドングラブを選ぶという、はいはい、これベストナインとちょっと被ってくるところももちろんあるんじゃないですか。まああるかもしれないですね、はい、結構変わります、ね、どうですか。うん、まあ、やっぱ変わるんじゃないですか。あ、やっぱりやっぱり守備だけで見ると違うっていうところ、はい、これはもう独断と偏見に僕が選ぶんで、はい、バシッと。わかりました、はいはい、どっから行きましょう。ピッチャーですかね、はいはい、ピッチャーはね、はい、小野慎吾さんです。おー、めちゃくちゃうまいです守備は、本当に。え、どういうところでうまいなと思うんですか。まずフィールディングもいいですし、はい、そのまずバントと処理とか、はい、全て先の塁をアウトにしようっていう意思もすごいんですよ、はい、で牽制も早いし、はい、本当のゴールデングラブ賞を取れてもおかしくない守備力あるんですよ、はい、でも若干ちょっと知名度が落ちるんで、はい、投票制だから選んでくれないですよね。あー、なるほど、そこだけ見たら本当にいいのに。めちゃくちゃうまいです。だからその練習も、うん、まあ、ここからプチ情報で、はい、練習、はい、超至近距離で、はい、公式のボール強振で打ってもらって、はい、ノックの練習してるんです。怪我するんちゃうかって思うぐらいめっちゃ近いですよ。本当もうマウンド間ぐらい、はい、だから18メーターぐらいでバッターに、はい、ノックの人に思いっきり打ってもらってそれ取る練習です。うわ、見たことないです他で、他の選手で。でもそのぐらいやっぱ自分も守らないとっていう意識が強いってことですね。そうそうそう、だから9番目の野手っていう意識が強いから、はい、もうめちゃくちゃあんな練習してるの見たことないし、それを真剣にやってるんで見てる方はそれは上手くなるなっていうこの意識が。ベストナインはコミさんだったです、はい、他にねジョニーとかシュリちゃんとかヒロユキとか、ええ、清水直さんとか、うん、ね、イラブさんとかいろんな方いると思うんですけど、はい、ダントツ上手い、意識が高い。しかもピッチャーでも守備ってそこまで注目してなかったですけど全然違うんですね。全然違うし意識強いし、やっぱそうだとちょっとこう一緒にバッテリー組みやすいなとかもあるんですか。あとバンドしてもセカンドとかサードって言いやすいんですよ。あのもうこっちがいけるよって思ってもやる気ないで来てる人いる、はい、みたいな、はい、ファーストみたいな、なるほど、サードファーストみたいな来いよってもっとさせる。慎吾さんとかガー来るんでセカンドって言いやすいですよね。でも本当いいアウトが取れますもんね。取れる、それです、はい、意識高いですよ全てにおいて。だからねサインミスしてばっかりするとかね文句ばっかりね言いますけど、はい、評価するとこもめっちゃしてるっすから、はい、これがまあもう自分で言いますけど、はい、僕のいいところです。そうですね、いいところは褒めるっていう。そうそうそう、でも守備は本当うまいです小野慎吾さんです、はい、ダントツです。わかりました、はい、小野さんで。じゃあ次キャッチャー、はい、まあ、僕ですね。まあ異論は認めますよ、はい、そうですね、異論も反論も認めますけど、はい、キャッチャーでしょ、はい、僕ですね。いや、この間のベストナインの時も異論受け付けますって言ったじゃないですか、はいはいはい、でも異論なしってコメントにダーって来てました。対抗、はい、いませんね。そうですね、だから競馬で言うと、はい、一頭だで。いや、もうこれね誰もね、もう異論ないです、うん、はい、いる守備だけですよね、はい、バッティング抜きに、はい、守備だけでしょ、はい、キャッチャー、はい、僕ですね。そうですね、はい、守備イコールリードとかも含まれるんだ、キャッチャーのゴールデングラブって言いましたよね、はい、リードがいいは何で評価されるんですか。アウトが取れる、うん、っていうことはどうなんですか。チームが勝つでしょ、はい、いや勝ってるんで。そうですね。勝ってるんで。もうこれは佐藤さんです。はい、はい、色を受け付けますが、はい、受け付けますけど、はい、通らないですね。通らないですね。それじゃあ、はい、その意図じゃ僕に勝てないです。はい。じゃあ次ファースト。ファーストですね。はい。福田さんですね。おー、やっぱりダントツうまい守備。本当に。バッティングもだし、守備もすごいと。だからね、これ両方選ばれる人、やっぱすごいですよね。うん、いや、そうですね。ああ、まあ僕もですけど。自分で言う。すごいです。ああ、はい。いや、福浦さんの守備はね、はい、前回ベストナインの時も話しましたけど、はい、もう取れるとこはほぼ取るですね、うん、だから福浦さんがもし各塁の送球が取れなかったらもう仕方ない、うん、福浦さんが取れないやつはもう投げたやつ悪いみたいな、はい、感じで受け止められるぐらい守備うまいです。フライもまたうまいんですよ、うん、もう僕とか特に、はい、キャッチャーフライ取りに行きたくないんですよ、はい、難しいんで。
キャッチャーフライなのに。いやいや、キャッチャーフライってキャッチャーが取るからキャッチャーフライで、はい、ファーストが取ったらどこで取ってもファーストフライですから。確かにそうですね。マリンともう超難しいんですよ、はい、ってなった時に、うん、もうあのフラさんがガーッと飛んできてくれるんで、はい、ファーストからすぐ乗っけますね、はい、自分が取る。僕も言ってあるんですよ、僕はもう、はい、あの自己主張強いんで、はい、あの後ろは俺のやつやから取りに行くと、はい、でも前は土出たら俺は取りたくないから来てくれって言って先輩にお願いするっていう。でも目もう言ってるからぶつかることとかないですから。そうですね、はい、もう佐藤は諦めるから俺が行くしかないってなるわけですもんね。諦めるじゃない、そこは俺じゃないよって言ってあるんですテリトリーが。テリトリー負けてるんですね、はい、そこは僕の領地じゃないんでうん、うん、出たらお願いしますね、黒土は取るって言って。なるほど、出たら俺じゃないって言って、はい、いやでも福浦さんがいるから若手がこう思い切って投げれるって言ってましたもんね。最高ですよ、もうファーストも、うん、あの日本球界の中でもほぼトップクラスですよ。僕は日本球界入れちゃうとちょっと下がっちゃうんですけど、はい、ロッテだけだったらもう、そうロッテだけ、まあ、これロッテだけでしょ。そうです、じゃあ問題ないです、じゃあ問題です、全く問題ないです、はいはい、では、はい、セカンド。セカンドはね、はい、まあ、西岡剛ですね。おお、あれこれベストナインも西岡選手でしたっけ。ショートでね。あ、ショートで、そっかそっか、はい、はい、これね、本当はね酒井さん入れたいんですよ、はい、ショート、ええ、めちゃくちゃうまいんですよ、はい、もうダントツで、うんうん、でもロッテ入団じゃないんですよ。あー、そっか、トレードできてるんですよ、はい、でももしそれなかったら、うん、あのベストナインもその括りでしたから、はい、ゴールデングラブだけその括り外すってちょっとおかしいじゃないですか。そうですね、だから条件は一緒で、はい、条件がもし一緒じゃなあの外れてたら酒井さん、はい、めちゃくちゃうまいです。うーん、もうダントツです、はい、言ってましたもん、守備が上手すぎてエラーになっちゃうから、もう本当にそれで給料下がるから腹立つって言ってました。あ、本当はもう取れないやつ もう届いちゃうんですよ。届いちゃう、でそれでジャックしたり慌ててショートバンになったらエラーになるから、はい、そんなの普通の選手だったらヒットになるやつなのにそれで評価下げられるから、はい、だからね、エラーの多さイコール守備がヘボいじゃないっていうことを理解してもらいます。はい、果敢に行くからこそエラーするっていうことです。そう、届いちゃうからミスになっちゃうパターンもあるんで、うんうんうん、守備範囲で。でも本当は酒井さんがめちゃくちゃうまいんですけど、はい、条件の中でいくとやっぱ強しなんですよ。小池さんもね、バックトスはうまいんですけど、はい、まあ、あの守備範囲的にはやっぱり強しの方が、うんうんうん、なんかプチ情報ないですか。強しのプチ情報、はい、そうっすね、ないっすね。ないかでも強し WBC でセカンドで世界一になってますからね。そうですね、ショートムネリンだったんで、はい、だからその器用にこなす、だからボビーの時も小坂さん、強し、堀さんで回してたんですよ、はい、で強しはどっちも回ってたんですよ、はい、小坂さんショートの時は強しがセカンド、はい、堀さんセカンドの時は強しがショートっつって、うん、これ回ってたから、それ器用にこなせるのはすごいと思いますよ。まあ本当器用ってことですね、はい、わかりました。じゃあ次、5でサードいきましょうか。サード、はい、サードは今井ですね。おー、5でもね、はい、ちょスローイングは若干不安定なんですけど、はい、守備のグラブさばいときは本当うまいです。うーん、あとあのチャージとか思いっきりいいんで、はい、そういったところはうまいですね。ベストナインは入ってないですよね。ベストナイン初芝さんだったんですけど、そう、初芝さんだ、はい、あのやっぱ守備はね、はい、やっぱもう先輩には申し訳ないんですけど、はい、守備はちょっと選べないです。そうなんだ。初島さんなかなか見てないんですけど、そうなんですね。はい。はい、だやっぱ守備はまあ今井の方がうまいですね。うん、よかった、なんか嬉しいですね。はい。グラブさばきが多いんで球際強かったですね。はい。へえ。結構じゃあ本当に器用にさばく感じなんですね。そうですね。今井選手も福浦選手がいたからなんかこう思いっきりね。いやなんか、うん、ましたよね、うん、安定感。もともとなんかあまりだったのに、うん、出てくると思いますよ。うん、はい、はい。じゃあショート。ショートはね、小坂さんですね。はい、もうダントツですね。ダントツ、そうですね、うん、まあ、小坂さんがショートで選ばれるから強しがセカンドに回ったっていうね、はい、っていうところもありますけど、そっかそっか、小坂さんはもう12球団でも超トップクラス、守備だけだったらもう、うん、見たことないです。抜けるって思ったら取りますから、センター抜けた、あ、取った、もういいよみたいな抜けるってシュー出てきますから、はい、めちゃくちゃうまいです。しかも守備機械だけのビデオを作ってもらってたんです。作ってくれる人、はい、はい、スコアラーの人 に、はい、に全部自分の時は守備だけの編集してて、はい、飛んできたやつを、でそれでいい悪いとかずっと見てて、すごい、それ研究してるわけですね、自分の守備を、はい、へー、いやでも本当にショートとか抜ける当たりをバーンってダイビングキャッチとかしてくれると、いやでかいっすよ本当、試合それでその1個で勝つとかありますからね。球際の強さが強いかどうかは、うん、はい、もう徹底的な差がありますよね。うん、そこで勝ち負けもこう見てる方もなんか安心ですもんね、うん、だからあの上手すぎて簡単そうに見えますよね。
そう、そうなります。でもこれ見る人見たらめちゃめちゃ難しいんだろうなっていう、うん、今とかね、源田とかもそうですよね、はい、あの上手すぎて簡単に見えますよね。なんなくこなしてる感じに見えるっていう。だから小坂さん、酒井さんの二遊間のダブルプレーはめちゃくちゃ早かったです。酒井さんも取ってから早いし、はい、でも残念ながらロッテ入団じゃないんで、酒井さんはノミネートされてないですけど、本当にうまかったです。じゃあまあいれば酒井さん、小坂さんのその二遊間が完璧っすね。じゃあ次外野行きましょう。外野はね、はい、岡田っすね、うん、岡ちゃんっすね。おあれはうまい、うまい、あと早いっすね、はい、そので、あの送球も取りやすい、フォームが、うん、いい取りやすい感じで来る、岡ちゃんは取ってからがこう優しいですよ。こういい感じでも取りやすい球きです。ワンパンでもノーパンでも取りやすい球きます。コントロールよく。なるほど。あれ外野って結構遠投じゃないですか。そうですか。 50m ぐらいでしょ。いやそれでも見てるとヒューンってもう行くじゃないですか。普通っすね。そっか、プロ野球選手からしたら普通なんだ。そっか。であれでコントロールいい悪いもやっぱいるんですか。ああいい、全然いますよ。肩強くてもどこ来るか分からへんやつとか、はい、ワンパンとか中途半端になるやつとか、ほんと取りづらいんで。うん、しかも今とかだったらあのコリジョンでブロックもできないんで、はい、それたらほんとセーフですからね。そうですね。昔はそれでもキャッチャーの能力でアウトに仕上げてましたけど、はい、今はそれたら完璧アウトなんで、あ、セーフなんで。はい、でも岡ちゃんもね、あの巨人戦の交流戦で、はい、エリア66がね、全国区になって有名になりましたよね。岡田が来たっていうね。エリア66でこれです、何ですか。背番号です、66。あ、はいはいはい。で、もう中間の左中間の超際どいとこ全部取って、はい、いや岡ちゃんは本当、岡ちゃんはうまいですね。僕の見た中でロッテの外野だったらひょっとしたら一番うまいかもかな。おー、そうなんですね。岡ちゃんが、なんかファンだとなかなか外野の人ってどこを見てうまいって判断したらいいのかがなかなかわからなくて、だからまあ、あのスタート、はい、あとは球際の強さと落下点まで一直線に行けるか、はい、と各塁への返球ですよね。フィールディングみたいな、そのもともとスタンバってる場所とかもやっぱ人の判断とかって外野もあるんですか。全然ありますよね。そういうの守備位置とかも、守備位置、はい、うんうん、そういうのもやっぱり違うんですか、人に、うん、違うっす、全然違うっす。岡ちゃんは、あと大体ね、はい、守備見てたら分かると思うんですけど、はい、守備の上手いチームっていうのは内野が後ろ守るんですよ、下がるんですよ。それなんでかっていうと、スローイングに自信があるから、はい、遠投になっても大丈夫っていう。で外野は前に来るんですよ、はい、だから内野が後ろ、外野が前に来る守備陣形取ってるチームっていうのは守備がうまいです。へえ、見てみよう今度。それなんでかっていうと、はい、だからまあね、内野を言ったように、あの前への前進のスローと、はい、あとは後ろからの遠投の送球力と肩の力が自信あるから下がるんですよ、はい、でも自信ないやつって前行くんですよ、うん、早急に自信ないからとにかく前へ取りたい、はいはい、で前に行くとどうなるかっていうと、ヒットゾーン広がりますよね。で後ろに行くとどうなるか、ヒットゾーンが狭まるじゃないですか、はい、だから間抜けなくなるんですよ、はい、で外野っていうのは後ろと前どっちが難しいかっていうと、後ろが圧倒的に難しいんですよ、うん、ってなった時に下手くそなやつって後ろ守るんですよ、後ろ抜けたくないんで、はい、前でしたいんで、うん、でそうなると下手くそなチームっていうのは内野が前、外野が後ろに狭まるから、まあこの間に落ちるんですよ、いないんで。だからなんかその中途半端な取れそうなところにもほとんど落ちるんですね。落ちるんですよ。それは何でかっていうと、まあ守備陣形でそうやってしてるとこもありますけど、はい、スタンダードに守るとこがそうなると落ちやすいんですよ。ああ、なるほど。で外野が前に守るってことは、後ろの打球に自信があるんですよ。はい、だから前に守れるんですよ。その外野の人って前にいたら、後ろに走るのってちょっとスタート遅れるし難しいんじゃないんですか。だからそれができる自信があるから前守るんですよ。だからうまいんですよ。そっか、うまいってことなのか。でそうなると外野が後ろ、内野が前、ここの間に落ちないんですよ、ボールが。その一番その微妙なとこに落ちないから守りが広がるってことなんですね。だからこうやって見てると、この守備がどこまで自信あるかが分かりますよね。ちょっと次試合そこで見てみます。スローイングに自信ないやつはランナーセカンド行ったら大概前守ってますよね、はい、お前ちょっと上行ったら抜かれるぞみたいな。でもまあ仕方ないですよね、そう守るしかないんで、はい、そうですね、はい、はい、じゃああと2人、はい、お願いします。次はね、サブローですね。おー、サブローさん。サブローは外野で指揮系統もしてたんで、はい、もうちょっと守備位置こっちした方がいいよ、こっちした方がいいよっていうのの、はい、そのバランスを保ってたっすね、指示も、うんうんうん、で、サブ肩そんな強いわけじゃないですけど、はい、取ってから早いし、あと送球本当に取りやすいっす。へー、と送球の取りやすさはロッテで言うとサブが一番かもかです。じゃあ次に岡ちゃんぐらいの感じですか。そう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 、 ふーっていい感じでいきます。その見ててわかんないですけど、いい感じっていうのがあるんですね。そう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 、やっぱ取るのの、はい、言葉もいいパスあるでしょ。そうですね、はい、あ、今のいいパスだったなっていう、そう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 、そういう球が来るんですね、はい、そういったところでもやっぱサブローは
取りやすかったですね。あとそういう外野のフォーメーションの指示系統うまかったですね、はいはい、ライトでしたけどいろんなところを、ね、センター行くというのもそうですけどもうちょっと前とか後ろとか自分たちで結構考えて動かしてました、ね、うーんリーダー的な感じで。そうそうだからこっちがあれこれ言わなくてもよかったんで楽だったですね、うん、じゃあもう一人お願いします。もう一人はね大塚さんですね、うん、大塚さん、はい、大塚さんはね肩めちゃくちゃ良かったんですよ、はい、まあ、肩の怪我もあったりして、うん、でも、まあ、あのスプリンターなんで打球までの落下点まで行く速さはありますよね、うん、あと肩が弱いって本人自覚してるとこがまずいいんですよ。自覚してるから、はい、取ってから速いんですよ。だから取ってから速く投げてカットまですぐ返します。へえ。無駄な努力しないですよ。なるほど。だから分かってますよね自分を、はい、自分分かってプレーしてその代わり取ったら速いですよ投げるの、はい、もう躊躇なく投げてそれをカバーするっていうもう一つのスキルに特化したやり方をするのは僕はここがいいなと思います。あと無駄な努力しないっていうね、はい、あと過信しすぎないっていうところでもすごいいいと思うんですけど、はい、それの一つの覚えでは石川で試合があったんですよ、はい、西武と、はい、でその時に小林正恵さん抑えがちょっとやらかしちゃって、はい、あのワンアウト三塁で、うん、こう1点入ったら同点になるっていう、うん、あのもう点取られた中でのまた同点で空気悪いみたいな感じなんですよ。でしかもそれ終わったら富山に移動なんですよ、バスで、はい、早く行きたいじゃないですか、はい、これどうなるんやと思ったらバッターね誰か忘れたんですけどセンターフライ打ったんですよ。で大塚さんセンターだって、はい、でサードランナーが石井義人だったんですよ、はい、でこれ完全追いつかれたなって思いながら大塚さん取ってからもうキャッチャー並みに速い早く投げたんですよ、はい、で剛がカードカットに入ったんですけど、はい、剛までワンパスその代わりに、はい、へー。でもそれを剛が取ってホームまでダイレクトスローして、はい、クロスプレーでアウトになって試合終わったんですよ。わー。だからそれを無駄な努力してたら絶対セーフになってるんですよ、はい、だそういうところにね何でもかんでも肩強いやつがいいとか思われがちだけど、うん、弱くてもそういうところに特化して練習してカバーしていくやり方もあるんだよっていうことを、はい、今日ここでねお伝えしたい。だから肩弱くても外野手通用するんだよってことなんですよ、はい、取ってから早くとか、うん、であとはもうカットに任しとけばいいん で、はい、でそういったところでカバーできたっていうのはやっぱこうベスト3には入ってきますよね。あ、なるほど。だから何気に違うでしょ、ベストラインと結構外野全員違うんじゃないですか。全員違います。違いますね。ベストラインと一緒なのは僕と福浦さんと剛ですよ。はい、そんだけですね。この3人なんですよ。はい、ね、まあどれだけすごいかっていうのが分かってくれると思います。自画自賛。すごいです本当に、はい、でもそういったところでね、はい、見ていくと、まあ、あの面白いと思うんでね、はい、まあ、これはですね他のポジションはですね、はい、あの色を認めます、はい、これはもう僕の独自なんで、はい、皆さんコメント欄にあの人を否定しないで、はい、あなたのベストナインを書いてください。はい、お願いします。